激辛ジョニース今日もみんなの心に火をつけちゃおうぜ。やってきましたー。はい、今宵は池袋にいるんですけども、今回はなんと激辛鍋があるということで鎌倉池袋店さんに来ております。シビ辛マーラー地獄鍋と山椒と唐辛子を使った、辛みを出した、そして、ね、具材もね10種類以上、もうこれからの季節にぴったりです。冬にあったかい鍋を食べて温まろうということで、今回参りました。辛さレベルが選びます。メニューを見ると地獄の1丁目2丁目3丁目、1番地です、2番地3番地と、はい、3番地に関しては Go to Heaven と、はい、天国に行っちゃうんじゃねえかなと今回調整するんですけど、なんとこの Go to Heaven にまだ完食者がいないと。で今回ですねゲストさんお招きしております。鎌倉、池袋店さんの、株式会社このリンクルーさんの、YouTube チャンネルがあるんですけど、今回こちら、コラボさせていただいております YouTuber さんに登場していただきます。よろしくお願いします。この前にリンクルーさんのチャンネルの方で地獄の3丁目、僕まだ汗引いてないんですよ本当に、はい、サウナのように汗かいてましたので、いやこれちょっとジョニーさんの番組を見てる方に、はい、僕も見ていて、はい、あんま本当は辛くないんじゃないのとか思ってたんですけど、はい、今実際この3丁目を食べて、はい、まず僕のまず汗の吹き出し方をまず見てほしいです。尋常じゃなかったですね、はい、もうぷわーで、そっちのチャンネルも見ていただいて、あ、このズーの素人がこれぐらい汗かいてるやつをこの人はこんなにペロッと食ってんのかっていう話ってことですよね。余裕でクリアされてます。そうですね、ちょっと、はい、じゃあそれでは早速挑戦していきましょうか。はい、いでよ Go to Heaven。 いや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 、うわー来たくわー、これでこれが噂のこれだ。さあ、Go to Heaven。 なんなんだこの、うわ、匂いが。天国へのパスポートです。入りました。うわー、グズグズしてきたぞ。大丈夫かこれ、いけんのか。具材が水菜、唐辛子、キャベツに豚バラ、あと弟が入ってますね、ニンニクとか、そうですね、ごぼうも入ってごぼうも入って、はい、これ見えないですよ、ごぼうも中に入ってると。いただきます。いってらっしゃいませ。さあ、チーン。バカ野郎。まだチンじゃねえぞ。スープ。うわー。やばいっす、このドス黒さ。刺激臭が。スープ買いきますよ。はい。青、青し。なんでだ。青し。青し。おお。なるほどなるほど。すげえ。もう料理長も料理長料理長鼻が痛い。おいし。ああ。あ、僕はさっきの三番長こっちの方が好きですね。素のリアクション。すごい、うん。すごっ。ああ。ちょっとせっかくなんで。分量間違えてないよね。うん、間違えてない。あ、辛い俺何回言ってる、辛い辛い辛い、一瞬で汗が出てきた。おお、あ、辛い。ここはサウナと言わんばかりに額に汗をかく。ああ、いってらっしゃい。いってらっしゃいます。うん、スープから、はい、あ、同点、同点にドンとどうきた、迷いできたと。段階を踏んで、段階を踏んで。おお、いらっしゃいませ。いらっしゃいませと。天国への道が一歩一歩近づいております。さあ、ボルテージを上げていきましょう。あら、まあ、お豆腐が入ってますよ、こちらあら、こっちも豆腐、ね、あ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 、大ぶりな豚バラ、いただきます。食べっぷりがいいっすよね。うん、うん、旨味を出してるみたいですね、桃が。うわ、スープそれ、スープいくんす。唐辛子も全部いっちゃいましょう。おい、いっちゃいました。さすがっすね、すげえプロだ、プロ。本当か、これ本当かって感じだ。これ本当かってなるわなってるし、この通り。わあ、汗が止まらねえぜ。なんなんだこの地獄鍋は。YouTube で見た、YouTube で見た。うん、見たやつ、見たやつ。見ちゃかー。うわあ、なんこの唐辛子はサービスかと言わんばかりにてんこ盛りになっております。さあ、いただきましょう。回転手たちが。うん。
への訴えが半端ない。さあやってきました、こちらが締めの台湾ラーメン。はい、おぉまだこれでもかと全国に追いやる。よく踊ってくれたみたいな。ジョニーさんの発表イメージしたカラーリングも。ああ、ほんとだ、そっくりだ。やろう台湾ラーメンですね。こうひき肉とさっきのスープをこう足して、はい、あとニラといった感じで、うまそうだな、これはありますね、もうシェフ。もうまた鼻がバーンと今夫婦いただきました、ね、よし、ナチュラル夫婦いただきました。最後の晩餐みたいなもんですか、うん、そのまま捨てる。すげーそのままっすか、鍋ごと。うおーすげーすげー、マジですごい。天国が見えてまいりましたね。あとは雲を突き抜けるだけ。それでは辛さレベルの発表していきましょう。鎌倉池袋店さんのシビ辛マーラー地獄鍋、ゴートヘブン辛さレベル、じゃらじゃん、辛さレベル5でーす。ありがとうございます。5ですよ。キャロライナリーパーを使った、鍋だけあってしっかり辛みも感じつつ、そこにね、やっぱホワジャの山椒の方が僕の方がちょっときつかったなといった感じですけれども、まあでもね、具材もね10種類以上、野菜とかごぼうとかいろいろ入ってまして、まさにね、冬の鍋にぴったりではないでしょうか。いや、美味しかったです、本当に。ありがとうございました。もう、それかこの通り。はい、まあ、この鍋ですね、開発してから、はい、未だに、完食者が出ておりませんでしたのが、はい、そう、その牙城をやはり、ジョニーさんが打ち砕いてくれたということで。マジですか。うちの会社は、はい、リンクルーからですね、ジョニーさんにプレゼントが。マジですか。じゃじゃーん、はい、いや、大したものじゃないんですけど、いやお食事券ぜひ。あー、はい、思います。お食事券リンクルさんにいただきました。わー、ありがとうございます。またのご利用ということで、あー、今回は、はい、我が社リンクルーと激辛、はい、ジョニーさんのコラボの番組させていただいたということで、はいはい、この番組を見ていただいて、下に今日の激辛マーラー地獄鍋が食べれる店舗の情報を載せさせていただいて、はい、そこでジョニーさんに召し上がっていただいた Go to Heaven、はい、完食いただいたお客様、はい、期間限定で無料で提供したと。いいんですか。はい、ぜひ。無料ですか。はい、タダで。うわ、はい、その代わり、ジョニーさんと同じように、あ、鍋は持たなくてもいいですけど、はい、スープまで飲んでいただけたお客様と。うわ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 、限りというところで。太っ腹。任せてください。はい、もうシェフもう俺の子。まあ、ちょっと詳しい情報はあの概要欄に、そうですね、説明書きしますんで、そっちの方チェックしていただければと思います。ぜひとも。いや、今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで、皆さん、じゃあ激辛マニアの方はぜひシビ辛マーラー地獄鍋、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんで、フォローお願いしまーす。鼻ボーン。ブンブン。